うわ、完成しとるじゃないですか。まあ一応ね、あとはちょっともう、あとはもう全部パテで鳴らします。あと細かいところは。薄いけん、薄いタンクが。ステム、やっぱかっこいいの作るんすか。作らない見えんのでけん。作らんの。シンプル、やっぱ、シンプルで普通。ステーって、止まればいいんすか、やっぱちゃんと。まあね、わざとこう折れてるじゃない、強度がまっすぐに取って。あ、そうなんすか。キングさん今日休みですか。休み。あら、休み、休みか。そりゃあまあ大変そう。さっき帰ってきたけどね、仕事から。あ、そうなの。やるじゃん。なんで上からなんですか。年が上だから。年が上だ、俺が。そういうタイプ。年齢マウントを取ってくる。俺は年齢マウント。2つも作るんですか。何が。2つは作らない。すー、蒸し暑い。蒸し暑いね。今日も朝から削りに削りまくって。あんまこっちの辺で削らんなんだけど。ちょっとさっき。ちょっと削ったら、うまい。シンプルに。動画撮ったんすか。動画撮ってない。へぇ。なかった。なかった。なんか逆になんかなかったんですか。なんもないね。でもそれやっぱ結構使うっすか。何を。その宇宙人。そのエイリアン。エイリアン結構使わねえ。な、何番目に使うっすか。ん、何番目に使うっすか。何番目ってほぼ一番使うんじゃない。マジっすか。リーダーじゃん。じゃあお前がおらんくなったらどうするの。盗んどらんくなったらやばいよ。シンプルにドリルで開けるのとまた違うんすか。まっすぐ開けるじゃん、力が入れなここも取るの。取るよ。恥ずかしいな。乱れとるな。あ。今の微妙に違うね。微妙に。微妙に。全然違うよ。さすがっす。さっき使ったよね、これ。これ。これが合ってない。それが合ってない。やばいね。
かも湧いちゃってる。かっこよくなるんですか。何がかっこよくなるんならいいんじゃないですか。そこは、うん、そこは背はだってシークで見えんから。そんな見えんところ、見えんところ必死に頑張っとった時期もあったじゃないですか。いつ？え？よいしょ。これをこう真ん中に持ってきて、でもほらちょっと短くなるぐらい。そんな感じか。大体真ん中来てるね。ほんまに？うん？ほら、ここや。どんな？真ん中来てる？それは測れない。ビビった。遅いね。接しとるときは作業者っぽいね。作業者っぽい。ユーチューバー感出てない。うん。真面目やね。よっしゃ。前回りはこんな感じかな。後ろはちょっと穴を埋めたりした感じ。穴を埋める？うん、あ、こういう？もともと切ってたところがね。付け足しとるけ。めっちゃ映すやん。いや、ちゃんとついとるかなと思って。今ゴムやったら溶けるけんね。危ない。これは付け足したんすか。そうですね。そうですね。先に直しとく。直してみて。直せるんすか。いや、直らんかもしれんね、これは。これどこやし。どこで切ろうか。
こういう感じ、ここは、ここはもう丸いんだ、ここは丸くて、ここで広がした、下は目って、ね、そんなとこが大きいんですか。そうなってきたら、そのタンクじゃなくてよかったんじゃないと思ってしまいます。これ、うん、一から作る方が大変なんですか、まあ、こういうラインを出すのが大変やん。ある方が楽じゃん、楽じゃん、直す方がなんか難しそうに見えるわ。2つものにするってこと、半分で切って、うん、ここで切ったら結局ここに残らんじゃん、これが確かに残せんくなるけん、ここに段を残すならもうこれでへこむかな、ちょっとベコベコになるかもしれないけど、そこはちょっとこの角でいいかな、角で合わせる、角の方が合わせやすいような気がする。まあやってみて分からんっすよね。そこにあるんですね、コック。どっか移動する、うん、これはこのコックかな、面白いかな、想像がつかんわ、それが綺麗になるのが、まあ、ぴったりはならない、こんな風に、ここら辺がちょっとへこんでるの、こっちだと反対方だけど、ここら辺は多分直せんから、ちょっと縦埋めるとか、あのこうで、ある程度埋めて削ってないですね。そうそう。なると思う。平らにするってこと？めっちゃ晴れてるじゃん。いやー、変になんか。やばい。午前中の大雨、やばかった。そう。夜中ずっと雷鳴りよったよね。やばい。
これで、ああ錆びとるだけってこと？錆びとるけど表面だけ。じゃあこれ綺麗にして、そこからまたあの錆び？タンクライナーでね。うん。いいじゃん。いいじゃん。からが時間かかりそうだな。これからが時間かかるよ。俺の苦手な板金や。板金は苦手なんすか？板金検定みたいな。でもこれさ、こっち側はどうやって磨くんすか？磨くって？どうやって綺麗にするんですか？錆落とすんですか？溶接した後にあのタンクの中の錆取り剤があるんです。あ、そうなんですか？うん、まるで直すといいよ。そんなんあるんですか？はい、2、3日つけたら大体取れる。マジっすか？うん、見たことない。嘘、
よくやるじゃん俺。え、知らん。あれスポーク、あれとはまた違う。サンポールじゃない。あ、まあそんな感じ。これ作ったんすか自分で。うん、すげえ。でこれを見ながら。やば。完全に職人やん。これはねあんま得意じゃない。これはね。え、でもタンクとか作りよるじゃん自分で。一から。形曲がる。昔習ったんだけど、板金屋さんに、こうエクボとか突っ込むじゃん、これって、うん、これって、鉄がこう伸びとね、こうやって、うん、でここを叩いたら、ここって逆に出るね。おー、はぁはぁ。で、なんか叩き方があるらしいね。それは分かったんですか。それは分かった。案外叩けるかと思ったけど、裏から無理だね、これ絶対、ここ深い、絶対無理やろ、それは。なんかできるかと思った。じゃあ結局もう片方も切らんとダメってことじゃないですか。切らんとこれは。そんなんでなるんですか。直らん。直らん。素人みたいなことしないでくださいよ。板金に関してはね。それどうするんですか次は。叩け。だから結構怒ったね。ボアパンだね。もう叩いてどこ押してきたり。マジであれ服がめっちゃ汚れるやつやろ。思っとったのとなんか違うわ。直し方が、ね、空いてるかと思ってたけど空いてなかったね、深いけど。ああ、そういうこと。うん、だけこっちだけ開ければ見えると思ってた。ああ、それが甘かった。そっち後でやろうよ。なんかこっちの方がまだなんかおもろそうやけん。おもろかやろ。ここが平らってことやろ。こうやってるパターンがね、こうやって。全然治ってないじゃん。そんなすぐは治らない。え、あれ叩くやつあるじゃないですか。あるよ。あれとはまた違うんですか。あれでもいいですね。大まか直すとかね。こう伸びるか。はあ、思ってたのと違う。あ、でもほら、なんか治ってきた。ほんまに？うん、分からん基準が。ここはこうまっすぐ向けるね。あ、そこの話？うん、こんな一発でポーンって治るわけないじゃん。プロって叩くとこ分かってたら一発で治すんじゃないですか。うん、プロはね、これはこの板金だけは。でも得意じゃないことを挑戦するってすごいっすね。すごくない。無謀とも言える。逆にしたら。さすがっす。君ようそんな聞かれないのに言ったねえと思う。と思ってる俺は。そんな言うのに。でもやっぱできる自信があるんやろな。どっか。ない自信は。
てしな。外すの？直したら、直したらいい話じゃないですか、綺麗に。直したらね。まあ、ここはいい感じだよ。このラインが揃ってくるね。ここ？ここやろ？そう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 。いい感じだよ。まだまだかかりそうだな。まだまだかかりそうだ。ディッシュ行きやがった。オートバックスの時やってなかったんですか？オートバックスやるな。普通の車は1000件。あ、そうなんですか。整備だけなんですか？整備って言ってもあれけど、電気で、あ、ここ終わりでしょ、ここ変えてください、終わりだけね、大体。うん、いや、そんぐらいだったら俺もできるわ。膨らんどるとこ叩いただけでしょ。これを綺麗に直すの。やっぱ素人とプロの差だろうなって思う。膨らんどるとこ、へこんどるところは俺でも膨らますことはできるけどさ、やっぱ、うん、それはできん。ほら、治ってきたろ。治ってきよん、それ歪んでないまだ。ちょっとは歪んでる。でもそれ結局パッて塗るのか、パテはやるんすか。パテはやるよ。パテはやるけど、ある程度パテはあんまもらう方がいい。なんで？後で。へえ。結局力はある程度直してあげて、あと形作ってどうしてもってしょうがないけど。いや、ほんまちょっとのレベルの方がいいってこと。そうそうそう、塗るなら。それ板金セットなんすか。自分で作ったんか思った。金セットとかあるんですか。
きたでしょ。デコボコじゃねえか。デコボコはさすがに。これは綺麗になるほんまに。いや、ちょっともう一度ですね。もうちょっとなんかこう完璧に近づけた。楽しいっすか。大変。大変ですね。でも大体いい方がちょっと弱い。でも大体いい線はいってる。ここが線が。このこれも。どうしようか、溶接で埋めようか。いるんですかそれ。ん、エンブレム止まっちゃったよ、ここが。おー、いやー楽しいね。楽しい、楽しい。出た。俺これ使ってるの見たことないわ。買うのにあれがですよね、ライセンスが。いややろ。これで餅叩けるん。餅叩けるけど多分瞬殺できる。マジ？マジで？壊れたんや。壊れた。
いやね、このここを回すやつが回らんくなった。早ない？いや、多分最初から硬かったネジガジッとったの。うん、何回かやると動かない。うお、早っ。思っとった100倍速い。これがあるけんできるんか。板金ってこれでやるん？いや、ここは平らんならあるで、ちょっとブラストつまんで、向こう戻す。そんなもんじゃないですか。そんなもんよね。結構直ったくない？確かに。結構、あとこれ塗装剥がさないけど、しっかり。うわぁ。ここがなんか、ここがでもなんかまっすぐで。このやり方があったのかな。これがないの。それ1個しかないですか。いやー、2個あるよ。これちょっと違うくない？なんか。この面が出せる。違う。絶対違うよね。絶対違うよね、これ。無理やん。そんなやり方じゃないやろ、絶対。入らんのよ。使いにくそうやな。
使いにくそうやなこれいじっとんくっつけたよ。ああそういうこと。あの持ってやるよってなんか しんどかったけど。縮んどる伸びとるだけ、ここが下は何度でも調整できるけど、ここがこうなってる、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 こうなってる。ああ、それと多分ね、なんか思うけど、まあ、叩けば伸びるけど、まあね、絶対これはちょっとそんな感じなんだ。合わせてほしい。なんだよ。森だ。だいたいこの感じだ。ここが。全然合ってないじゃん。結構叩いていらっしゃってましたよ。いや直さんみたいな。しゃーないよ。いい感じいくんじゃないこれ結構。行ったね今。あと、歯入れとるじゃん、うん、歯分薄くなったよ、厚み。ああ、そっか。そう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 、そうよね、うん、絶対そうなる。削るとけね、うん、1ミリ分結構変わるじゃん。1ミリ分からんだもん、さすがに。これがこうなったぐらいです。でもここに歯が入っとったわけやもんね、切った時に。そうそうそう、1ミリ分薄くなった。結構 薄くなっとるね、そっちじゃ。結構薄くなってるね。ほんまかよ。いいじゃん。ちょっと叩き持って合わ
あ、そんなことない。まあ、なんでこんな感じだ。だからまだ綺麗じゃないっけ。これは綺麗にならんと何とも言えん。分かった、パテでしょ。もうそこからはもうここまでは平らにできんだと思う。これが限界。うん、じゃ人の手はもうしっかり外して、ここにプレスとかなければ平らだったら多分いけると思う。あ、これがないんだ。これ、あー、なんか言ったよね。あれが欲しいんだけど、あれがあれ叩くのって、あくまでザーッとしか鳴らせん、切らんけん。割と最後グングングングやれいっちゃいいんだけど、あれがそれあったら最強じゃないですか。でもそれがあってもこれはできんでしょ。何が、このボコみたいなやつってできる。あれを叩いて最後で切れるんですよ。あー、鳴らすんだ。全部が全部万能な機関ないけど、うーん、ヨートヨートで使う、まあ、なるかなーみたいな。で、今からパテするんですか。いや、溶接してくっつけて、そこちょっと取り組み、ついていきます。ついてこないな。なんかウォーキングデッド思い出すね。さあ、なんかこれ、マジにね、トレはやっぱ剥離剤かけた方が早いね。剥離剤前なかったっすか。今切れてる。さんと溶接ができんと、うん、取るよ。からちょっと反応が変なくなっツーリング行ってん、うん、あの出雲大社、うん、日の岬行こうか行く前かって悩んだじゃん、うん、東大があるとこね、うん、あの東大のところにね、途中にね、あの心霊スポットみたいなのがあるんよ。あのハイホテルか、ハイ旅館かでした、覚えてる、ハイ病院だったあるんよ、うん、結構有名だと思うんだけど、昔行ったことあるんよ、うん、多かっただけ、うん、会えた、会えんかったね。会えたか会えなかったら会えてない。じゃあダメじゃん。でも怖かった、あれみんなで行こうやつ嫌だったけど、行ったけど怖かった。怖かったんすかやっぱ。
一個売っちゃダメなんですか、まともに。ん？いくらですね。1個で卒？うん。うん、ちょっと、どこかな、どこかな。これまたね、水鉄板がむずい。そんなに？溶ける一瞬。一瞬で溶ける。プシュッ。全部溶けるん、これじゃ。全部溶けんけど。うわぁ、フラグやん、もう。溶けんやと思った。うん、溶けんじゃん。すごい、電気弱くしてる。地味ん。これをちょっとずつもうつけていくってこと。うん。かな。これ高いと多分この中に入らんね。いけるね。うん、こんなに近くやったらね、入らんくなる。集中してやろう。集中してやろうって、僕は最初から言ってまいりました。集中力の問題じゃないってこと。集中力の問題ではない。Thank you.
板金を教えてほしい。動画やったよ。俺はカメラ、カメラを学びなさい。携帯で十分だ。携帯カメラを卒業時が来るんじゃない？そろそろ。まだ来んかな。いや、来んよ。何のためにこんな高い携帯買ったと思ったんすか。高いよ、パソコン買えるよ。高すぎじゃない？余裕でね。やっとるわ。やばい。眠くなってきた。